郵政民営化担当大臣とは、日本の国務大臣の内郵政民営化を担当するものとして、内閣総理大臣から職務の辞令を受けた大臣である。鳩山幸男内閣からのだだいい一時、改造内閣までは、郵政改革担当大臣と表記されていた。郵政民営化に一区切りがついたため、2012年に廃止された。辞令上の正式な職務の名称は、 郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当または郵政事業の抜本的な見直し及び改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当及び新たな郵政民営化法等に基づく郵政事業の改革を政府一体となって円滑に推進するため 行政各部の所管する事務の調整担当である。行政官の職名としては、郵政民営化担当大臣は略称、俗称となるが、郵政民営化法において、郵政民営化担当大臣の故障が規定されているため、同法の適用範囲内においては正式な故障としての意味合いを持つ。郵政民営化法が2005年11月10日に部分施行され、 同法第10条により、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に、関する審議及びその施策の実施を推進するため、内閣に、郵政民営化推進本部が置かれ、同法第13条により、本部長は、内閣総理大臣が、第14条により、副本部長は、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣、内閣府特命担当大臣、総務大臣、 財務大臣、国土交通大臣が当てられる。同本部は内閣直属であって内閣府令下でないため、郵政民営化担当大臣の発令は内閣府特命担当大臣としてではなく、国務大臣の特命事項の職務事例として発令される。人事異動、官報特別号外29号、国立印刷局、2012年10月1日。 一面、優勢民営化法の一部の施行規日を定める、政令、金融庁、安住財務大臣、内閣府特命担当大臣事務大臣閣議後、記者会見の概要、2017年8月28日閲覧。ありがとうございます。